なんて言ったらいいかわからないんですけど、まあ、なんか寂しいというか、まあ、少しまあ悲しい気持ちにはなりましたかね。まあ、帰還困難区域から解除されてまだ数ヶ月っていう中で、まだ300人しかいないっていうことで、思ってたより結構いろんなところ自由に動けるんやなっていうところが一番びっくりしたところで、バスが多いのが意外みたいなところで、最初何なんだろうなって思ってたんですけど、東電の社員さんが乗っているっていう話聞いて、最初なんか観光客でも来てるのかなって思ってたんですけど、やっぱ原発のある町だなっていうところをそのバスで感じましたね。白いバリケードがたくさん立ってて、ここから先は行けませんみたいな、移動できるのはこの範囲だけですみたいな、そういう風になってるんかなと思ったんですけど、普通の町と変わらないような感じだったのがすごい意外なところでしたね。本当にその何年前のものがそのまま残されてるんだっていうのを感じたっていうのが、それが一番最初の印象でしたね。ここまで本当に人が少ないっていう場所に来たのが僕自身は初めてだったので、まあちょっとびっくりはした印象が第一印象です。中井博夫と言います。小学校ぐらいの時から漠然とそのコンピューターが好きで、パソコンをいじったりしてたので、そういう部分はすごい興味があって、まあ、大学もそこで選びましたね。8年間は原子力災害の影響でこう人がなかなか立ち入れなかったというか、まあ、住めなかったような場所なんで、そういう街ってなんか8年経った今はどういう風になってるんやろうとか、でそこにおる人たちっていうのは、まあ、何を目的にしていてはるんやろうとかそういう風に疑問を持って、なんか面白そうなところやなと思ったのが、まあ、奥間に来た理由ですね。鈴木亮太です。大学は福島大学で、経済経営学類というところで主に金融の部門を専攻しています。僕は岩手県の内陸の方なんですけど、地震の時に停電と水道が止まったりとか、1週間くらいそのキャンプ生活みたいな感じで、友達もその家族の方が亡くなったりとか、地震の時の何かしたいっていう思いは結構残ってて、その福島大に来てその原発の話とかも聞いて、やっぱそっちにも目を向ける必要があるんだなっていうふうに感じましたね。はい、静岡産業大学2年の天野雄一です。パラスポーツというものに一番興味を持っていて、で小学生の頃にいじめにあって不登校気味になったんですけれども、不登校にあった時にその地域のニュースポーツ体験会っていう場所に行って、初めて家族とか親戚以外の方とも楽しく会話できる仲間っていうものが見つかって、そういうニュースポーツに魅力を感じていて、で将来そういったその障害格差っていうものをニュースポーツを通じて解説していきたいなっていうふうに思っていて、今回そのサイバーボッチャのプロジェクトが必ずその今後自分の人生の中で今回の経験は役立つんじゃないかなっていうふうに思ってインターンに参加しました。殿村彩奈です。早稲田大学文学部社会学専攻の4年です。大熊町っていう町のこう、まあ、特性ですかね、まあ、原発事故の影響で8年間立ち入ることができなかったっていうのと、まあ、こう中間貯蔵施設にするためにこう土地が放棄されたっていうのを、まあ、そのプロジェクトをの説明を受けるまで私はそれは知らなかったんですよね。そういう町があるっていうことを知らなくて、なんで今まで知らなかったんだろうっていうことが、まあ、自分に対しては結構衝撃だったので、これはなんか行って知らなくちゃいけないんではないかなっていうのもあって、まあ、それがきっかけですかね。奥間町って原子力災害でこういろんな地域に
まあ、避難されて町民の方が転々とされてるんですけど、自分たちの町ってどういうふうに今なってるんかなっていうような、知るようなメディアが必要やなっていうような話になって、大熊町情報ノートっていうのができました。記事を執筆されている方が地元の出身の方で、なかなかその外からの目線で町を見た記事って書くのが難しいなっていうことになったんで、2人のインターン生外部から呼んで取材をするっていうようなことになりました。まあ、原発の問題だとか、まあ、避難されてたとかっていう震災関連の話って結構センシティブな話題だと思っていて、なんかそれに対してどれくらい踏み込んで聞いていいのかっていうのが、まあ、インターン始まる前からすごく、まあ、それが一番不安で、そこが結構一番難しいところだったかなと思います。サイバーウォッチャーっていうパラリンピックのスポーツのボッチャのエンタメ性を高めたサイバーボッチャっていうのがあるんですけれど、これを媒体にして多くの町の町民の方だったり周りの町の方をの集まる場所を作ろうっていうプロジェクトです。1ヶ月間で成し遂げようと思った目標は、大熊町民の住民の方が今300人いるんですけれども、その300人という方にサイバーボッチャとボッチャを体験していただくことが一番の目標になりました。今回は数珠つなぎっていうような形式でインタビューした方に、そのまた面白い人いますかっていうふうに紹介をどんどんしてもらうっていうような形式でインタビューしてまして、紹介してもらった延べ人数が39人、これから公開予定の分の記事も合わせると19本の記事が今後最終的には上がっていく予定です。皆さん普段お仕事もされてて、まあ、なんか貴重な時間1時間いただいてお話しさせてもらったからには、インタビュー受けてよかったなってちょっとでも思ってもらえるような記事を上げなきゃなっていう、なんか使命感っていうとちょっと大げさなんですけど、そういう気持ちは書いてる時には常にあったかなと思います。1回目は9月3日に大熊町に夏祭りがあって、そこに飛び入り参加して色々急いで準備をして体験会を開きました。メンバーの鈴木さんがお祭りに出展したいってことをおっしゃってたんですけど、お祭りのその内容っていうものが決まっていて、でちょっと企業の方がちょっと厳しいかもしれないねっていうことで、まあ、オンライン期間中は終わってしまったんですけど、現地滞在して1週間目に鈴木さんがもう一度行ったらその案が通って、で急遽をやるってことになったんで、自分から動かないと全然何も進まないっていうことが一番考えたなっていうことで、今までそのチームで動くってことが部活動っていう学校だけの中だったので、初めて企業さんを交えてのそのチームワークっていうか、みんなで動くってことが初めてだったので、なかなか思い通りにいかないってことが多かったんですけれども、一つの経験かなっていうふうに思ってます。察してくれるだろうっていうふうなところだと全然伝わらなかったので、もうできるだけもう文章に書き起こして伝えるっていうふうなことにしたんですけど、それでもまだまだうまくいってないので、その自分の考えを伝えるっていうところがちょっと頑張りましょうみたいなところですね。吉田幸恵と申します。吉田貴一と申します。はい、今年の4月から夫婦で熊プレに勤務しております。我々も初めての経験なんですよ。インターン自体を受け入れたことがない、全てが初めてだったもんですから、どうしたらいいのかなっていう感じではいたんですけど、まあ来てみたらなんかね、自分たちの子供のような感じで逆に私が仕事でいない時とか普通に家でなんか台所に立ってみたりとかして本当一番最初の印象はもうちょっとこうチャラチャラした感じの軽い感じなのかなと思ったら、意外とみんなちゃんと一本筋の通ってる子たちで、記事を書くっていうような仕事をするのは初めての体験だったんで、それはまあ書けるようにはなりたいなっていう。佐藤亜希さんのお話で、支援として半年間ぐらい活動をしていた時に、なんかそこで出会う人たちに尊敬の気持ちをすごく持ったっていう、最初は3年間で帰ると思ってたのが、こうそこまでこう人に触れることによって
もうずっとここにいるっていう風に気持ちが変わったっていう、その話が一番印象に残ってます。来る前はその元町民で災害の前から大熊町に慣れ親しんでいたから、こう活気のある町に戻ってほしいんだっていうような強い思いでされている方がたくさんおられるのかなと思ったんですけど、そういう方よりももっと別のところから大熊町に入ってきて、この町はすごい未来があるんやっていうふうに言ってる方がおったのがすごい意外でしたし、驚きでしたし、すごい印象に残ってますね。自分のその好奇心を広げて自分で知りたいってものに対して突き詰めていくっていうのが、ああ羨ましいなって逆に思いましたね。戻れるならああいう時間が欲しいなっていう。社会福祉協議会の方でも大熊町のその住民の方を外に出してボッチャを含むニュースポーツをやってもらいたいっていう目標があったっていう話を聞いて、その僕たち その集いの場を作るっていう活動と一致するなっていうことで、自分の気持ちを出すことがすごい大事だよっていうふうに言われた気がして、背中を押してもらったなというふうに感じます。2人の女性の高齢者の方がイベント目的で来たわけじゃなくて、ボッチャのルールを知るために来てくださったお客様がいて、そのルールを知りたいから僕たちのイベントに来てくれたっていうことが、それが非常に嬉しかったです。本人たちもまだやりきれてないと思ってるかもしれないですけど、こっちも全く納得してなくて、もっと本当はいろんなことを見せてあげたりとか体験させたりとかしたかったんですけど、なんか始まってみたらもうあっという間で私も障害者でもともと社協にいたこともあるので、そういう自分の経験値とか持ってるものを生かしていろんなところ連れてっていろんなものを見せてあげて体験させてあげれる機会はあったけども、だからそこがちょっと残念だったかなっていう。中間貯蔵施設っていう放射能が貯蔵してある施設に行ったんですけど、僕たちはその福島にあんまり関係のない人なので、2011年に震災が起きてから3ヶ月ぐらいで割と地震に対する思いとか震災に対する思いっていうのが薄れていって、やっぱりなんか何かをしたくて、なんかこういうことがしたい、やりたいっていう気持ちを持ってここにいる方が多いなっていう。大河原に行く途中の道を自転車でいつも走ってたんですけど、その結構新しいように見える住宅が残っているのがすごい印象的で、8年間、町から離れたってことで一回こう全部、リセットっていう言い方は良くないかもしれないですけど、空白の期間があったような町なんで、逆にそのやりたいことを何でもできるような町やっていうふうにおっしゃってた方がおられて、規模的には僕の地元と変わらないのかなって思ってて、僕の地元が急にこう全員避難ってなったらどうなるんだろうなっていうふうに考えながら通ってたので、なんか目的があってこの町に住んでる人が結構多いんじゃないかっていうのはちょっと思います。そういうふうにポジティブに災害の、部分を捉えることができるんやなっていうのは印象に残りました、ね、電力は有電だから使い方を改めてほしいってことを言われて、で自分たちもその何気なく普段電気使ってるんですけど、そういうことも考えながら電気を使いたいなっていうふうに思ったので、中間貯蔵が一番僕の中では印象に残ったのは、よく何もない田舎にとか被災地で何もなくなってしまったなんていう人いますけど、じゃあいいんじゃない、ここから全部始まるんだっていう、このクマプレ自体もそういう意味ではそういったところでもうここから始まるっていうのがあるんで、ここでようやくせっかく出会えたのも何かのご縁なので、一度きりで終わらないで、別に太くじゃなく細くでいいから長く関係が続くようなそういう関係を築いていけたらなっていうのはずっと、毎回来てくれて話をしてくれてよかったですって言ってくれる子には言ってるんですけど、どういうふうに働いたり街を
再興というか復興させようとしているのかなっていうところに興味があって今日来ています。すごく落ち着いていて、なんか緑の中でみんながのんびりしてるっていう感じで、結構なんかすごいなんか落ち着くなっていう印象が来ました。ここに来る道中はでもやっぱりまだ結構静かな感じで、まあ、なんかそのここはすごいこう今にぎわってるけど、その他ここからこうどういうふうにこう広がっていくのかなみたいなのはすごい気になりながら今見てました。福島県にずっと住んでたんですけど、あの来たことはなかったです。これからいろいろこう皆さんでこう計画して新しい街づくりをするっていうところにすごく興味があります。何よりも1ヶ月間一つのことをやりきるというか、そうこれだけまっすぐやれたっていうことが、この経験が多分人生の中でこの後絶対生きてくるところがあるだろうなっていう、そこは収穫として大きく、うん、彼らの得たものなんじゃないかなっていうふうな交流できて、あの学生さんとそれはすごい楽しかったですし、またこういう機会があったらあの交流のきっかけになるのですごい参加したいなと思いました奥間の場合だと逆にその今がそんなに多くやられてることが多くないと思うので、何もやってもそのみんなから支援してもらいやすい環境なのかなっていうのはなんか多分少しあるのかなと思って、試行錯誤の過程が見られるっていうのもいいかも。確かにそうです、ね、まだ決まった道があるわけじゃない、それを見られるってすごい未来を感じたのでちょっと来てみたいなと思いました。何で大熊で続けられてたっていうのは、多分まあ会社のメンバーとか、あと町の人とか、そういった人たちとの出会いなのかなっていうのはすごく思ってます。会いたい人、会わなきゃいけないっていうような人が出るような、そういうつながりがどんどんできていて、しかもそれが濃く、うん、なんか続く関係性ができていたり、また新しい人との出会いがあったりとか、関わりを持ちたいなって、自分が勉強させてもらいに行きたいなって思えるような、うん、そんな関係性が今続いてるかなって思ってます。同じことができなかったなっていうのが今回の祭りの一つではあります。身構えなくてもいいんじゃないかなというのは思いますね。私も身構えてたんですけど、自分は実際来たらなんか普通に人が暮らしているなっていうのをすごい感じたので、こう、うん、なんて言ったらいいか分かんないんですけど、なんか街に来てこれやりたいみたいな大層な思いがなかったとしても、ちょっと興味があるぐらいでもなんか足を踏み入れていいんじゃないかなっていう、ちょっとエルになってるか分かんないですけど。迷ったら来てみりゃいいっていう、見てみりゃいい、やってみりゃいいっていう、ここで取り返しのつかないような失敗なんてほとんどないと思うんで、何かここに来て自分の中で何かを見つけていくとか、謙虚さを持って、ただやりたいことは何でもできると本当に思ってるので、ここは原子力災害が、まあ、でこれから先こういい街になっていくかもしれないし、もう誰も住まなくて太陽光パネルが並んでるだけの、そういう寂しい街になるかもしれないし、こうどっちに転ぶかが全然予想がつかないっていうところがすごい面白いところやなっていうふうに思ってるんで、数ヶ月前に帰還困難区域が解除されたばかりの地域に来るってことは、インターン当初は不安だったんですけれど、何もないからこそできることってたくさんあると僕は感じているので、自分で積極的に行動したい、自分の性格を変えたいっていう方に大熊町っていうのは非常にいいかなっていうふうに思ってます。計算的には羽降ってきたけどどうする、送っていかないの送っていかないのって言うんですけど、俺的にはいや、これはカッパ着たりとかちょっと雨に濡れるのを勉強だからっていう、その辺の葛藤が自分たちの中でもあって、でもほら今かわいそうだから濡れてるから、あとね、今日の夜ご飯カップ麺ですが3日ぐらい続いたらさすがにもうそろそろ何か食べさせなきゃいけないんじゃないかとかっていう、例えば、まあ、なんとかさんって名前出して、あなんかああの方ねってなったりとか、なんかそういうつながりがすごい素敵だなっていうか、なんか私はずっと、まあ、東京で、まあ、ちょっと人間関係が希薄な感じの
ところで生まれ育ってきたので、そういうのがこう今までの自分の人生にはあまりないことだなと思って、なんか人となんかもっとつながりを持てるような、なんか生き方をしたいなっていうのは少し思いました。そうですね、僕子どもの頃から町づくりに興味あったんですけど、津波の被災地の復興っていうことを見てて、箱づくりっていうことにずっと興味があったんですけど、こっちに来て箱がない状態でもその町づくりは進んでるっていう現状を見て、広い意味で捉えた町づくりに関われれば、その箱づくりでも人づくりでもどっちでもいいのかなっていうふうに今は感じてて、まあ、そういういろんな面で町づくりに関わりたいなっては思うようになりました。インターンのために人生って多分あるわけじゃなくて、多分中井君と殿村さんのために人生があるので、その感じた可能性を1ヶ月なんて終わらせちゃうのはあまりにももったいないので、ぜひ誰かに思わず話したくなる大熊町を伝え続けてもらいたいなというふうに思うし、そんな心持ちでずっと働いてもらったら嬉しいな。年寄りだけだともともと不便だからここはなってそれで話終わっちゃうんですけど、若い子はもうあれも欲しいね、これも欲しいね、あれがあったらいいねっていうのがすぐ出てくるんで、一回ここ その地元の方にお野菜を分けていただいたことがあって、トマトはなんか僕得意料理なんですけど、こう炊飯器でパエリアにして食べました。ちょっと調べますね正確な数字を。若い時は黒は勝手でも白って言ったけど、見てて本当だなって、もうこの年になったらもう黒無理なんでだから、いいなと思います。秋っぽいっていうか諦めやすいところが割との自分の短所で、嫌なことあると割とすぐなりやすいタイプなので、まあ、今回のインターンでも多々なりかけたい時が割とあったんですけど、やらなければいけないことが多かったので、多少は短所が改善できたかなというふうに思ってます。明日のこと大丈夫、ちょっとやばいっす。彼らが帰ったらお片付け入るんですけど、片付けながらしんみりしてくれたようなって多分、食器とか見ながらああとかなるのかなっていうのは思ってますけど、寂しいですね、帰るのは。やっぱ5人で1ヶ月もあの狭いところで密集するってことはもう絶対この先もないと思うんで、なんかまあいい経験だったなって思いますね。唐揚げ定食ですね町にこれから必要なものって何なのかなってのがなんとなくこうだんだんぼやっとですけど、ああ これこんな感じなのかなって、もしかしたらこれからの大熊に必要なものがっていうのが自分の中でなんとなくだんだんうっすらとですけども見えてきてる感じはあるので、結構、まあ、電動自転車一人で漕いでることが多かったんですけど、電車の本数は少ないしなんか気持ちよかったですね。自転車で走りゃボコボコだし道路はね、大きな山があってダムからのなんか下り坂をなんか思いっきりこうなんかブレーキかけずにこう下っていったりとか、なんかただただ気持ちいいなと思ってましたこの風がすごい昔から好きです。そこの道から見る山並みがすごく綺麗で、